オラポス、関西百名山。バウバウ。ちょっと怖いですけど、めっちゃすごいやん、めっちゃすごいやん、これめっちゃバッチリやったんちゃう。もう決まった時間にしか出えへんらしいで。気持ち悪い。ガジローやって。なんでガジローやん。すごい。めっちゃすごい。ああ帰っていく。さよなら。朝7時7分から夜20時7分まで、それぞれ7分、22分、30分、37分のやつが出てきたってことやな。ってことです。凝ってます。皆さんおはようございます。はい、今日はですね、7時39分 JR は福崎駅にやってきております。綺麗な駅ですね。我々4時半に出まして、3時間がかりでやってまいりました。大阪の自宅をですね、今日はここから、関西百名山は第62座、はい、名草山に登りたいと思っております。はい、コース解説は龍二さんから、まずは登山口まで約5キロほど走ります。はい、走ります。それから名草槍、はい、に登って、はい、そこから、名草山に行きます。はい、で名草の滝を見て、はい、でぐるりと回りして薬師峰、ね、はい、これが名草三山、三山ですね、を縦走して、またこの駅に戻ってこようかなと思ってます。なるほど。どうなるかは分かりません。はい、そうですね、なんかエスケープルートとかも何か所かあるみたいなんで、まあ、臨機応変に行きたいと思います。はい、今日はちょっと急峻な山もあるということで、はい、楽しんで気を引き締めて行ってまいりたいと思います。それでは今日も元気に行ってみよう。おう、電車の車窓からも見えてました。稲穂が黄金色に色づいております。彼岸花もたくさん咲いております。秋になってきましたね。コスモスもたくさん咲いてました。名草山登山口へ向かっております。綺麗やね。ちょっと時期過ぎてきたかなって感じやけどね、色あせて。彼岸花です。名草川、水が綺麗だね、やっぱね。ちょっと今日は湿度が高いんでムシッとしてます。ムシってますけど。ムシってるね。熱っ。はい、池が出てきました。はい、この池を越えて、あれ、右に曲がったところが登山口っぽいですね。はい、雨がポツポツ降ってます。ちょっとね、岩場滑るんでね、あんまり降ってほしくないね。田口奥池。あら、あらら、はい、はい、まっすぐ池に沿ってきました。こちらに青少年野外活動センターです。はい、
ここに案内図があります。今ここ現在地ですね。はい、こう来て今ここです、はい、これをこう見客者向けコース急な山道名草このコースで行ってみたいと思います。ということは、あ、名草槍登山口って書いてあるこの扉、はい、時間と距離、はい、8時25分距離は駅から 5.2キロ、はい、45分が経過しております。はい、ではこちらからOkay. 簡単に開きます、はい、楽しみですね。行ってみましょう。あそこはトイレやな、うん、青少年野外活動センターです。この海がすごいね、綺麗。かわいい、うんスタート A1 ポイント、はい、時刻は8時29分、はい、5.5 キロ駅からスタートです。はい、急やないきなり急です。急とか続きます。 A の2番、ベンチあり。もう眼下に望めます。あ、ほんまや、うん、一気にちょっと標高上げてる感じね。ちょっと急です。えらいきついな確かにこれは下りには下りの方がいいわ。早くもしんどいわめっちゃ最近いつもしんどいわ。いつもしんどい。岩が増えてきました。ロープが出てきました。ロープなしでも行けるやろけどね。ちょっと息上がるね。ちょっと爽やかな風が吹き始めたよ。おお、もうそろそろやで、これちっちゃうの。なんか一個ピークがあるはずやで。これなんかそれっぽい A3 ポイント、ここで一つのピークかな。なかなかの登りごたえのある斜面でした。足場ももちろんちょっと岩なんでガタガタしてるし、シャードがね結構一気にガッと上げてくる感じだったんで、ちょっとこれ雨の日にこっち向きに降りるのはちょっと怖いんじゃないかなっていうような感じでした。登ってくるのはねしんどいだけなんで OK。 うわすっごい汗垂れてますけど大丈夫ですかね。はい、こんな感じです。8時55分距離は 6.1 キロです、はい、1時間15分がスタートから経過しました。ここ鉄道で、はい、まあ、こんな感じであそこの池へ通ってきたりとね、やっと稜線に出てちょっとホッとしてるね。うん、せえな。登りが結構きつかったわ。あっという間ではあるけどきつかった。おお、この先いわば滑落注意やって。おお、なんかちょっと高度感あるわ。ここがね結構切れてるからこの気をつけてな。左側では行きます。はい、
登山ポイント5。はい、時刻は9時6分です。はい、すごいいい眺めやで、これ振り返ってごらんよ。おお。え、今日のおやつもご紹介しておきましょうかね。はい、今日のおやつ、久々ですね、バナナオートミールクッキーを焼いてきました。こうバナナの水分だけでオートミールをぐちゅぐちゅっとして、レーズンとくるみを一緒に焼き込んであります。トースターでちょっと焼くだけですね。久しぶりです、うん、ようやく作ってくれました。いや、もう一日仕事なのよ、弁当とね、お菓子ね。うん、おいしい。おいしいね。来ました、どんどん行きましょう。奥山、奥山来ました。時刻は9時20分です。はい、7番ポイント奥山。はい、はい、距離は 8.9 キロ。はい、あ、ごめん、そう、6.9 キロ。はい、こう。6.9。はい、393.2メートル。名草がこっちかな。はい、展望があんねやろ、たぶん。うん、なんですが。うん。A8 ポイント、注意ですよ。はい。ああ。ああ、来た道が見える。ああ、だいぶ高度感出てきたね。えっちらおっちらの鉄塔を通ってきたよね。そうや。そら、こっから見る限りでもだいぶ斜面急やもんな、この池からこうピュッと。で、ちょっとこの展望を眺めたら、こっち行けませんってなってまして。こっから急下りが始まります。右に降ります。ここです。うわ、えらい激下りやな。はい、気をつけていきましょう。ロープはあります。のてっぺんかって思うぐらいの感じです。噂にたがわぬいい山ですね、これ。名草山に向かっております。名草槍やで、最初は。名草槍、山の手前の名草槍に向かってる稜線上です。おお、馬の背みたいな。お聞きにしてもな。うん。名草やりへ向かう稜線上です。だいぶ岩場っぽくなってきました。そうなんですよ。簡単そうに見えるんですけど、意外とね、足の置き場迷う感じです。ここ。まあ、綺麗な白髪。はい、やりました。どうでしたか？うん、オッケー、はい、まだまだ続きます。結構ね、およよどうするって感じだったよ。およよ9分、名草槍山頂に到着しました。 577.3m。 いや、はい、こんな標高とは思われへんぐらいの高度感でしたね。はい、はい、切り立ってるから余計そう思わせるんですかね。タッチ、はい、純吉弁当あります。めっちゃ頑張りましたよ、これ。実家から送ってきてくれた栗で栗ご飯炊きました。そしてこれが、はい、調理実習で習ったんです、アジの南蛮漬け。このアジも実家から送ってきてくれました。そしてお正月明けてから の課題、だし巻き、今一心練習してます。ちょっとマシになってきました。で、切り干し大根とコーンの酢の物、これパプリカとピーマンの塩昆布和え、これは、かぼちゃのオリーブオイル焼き、はい、でこれは実家から送ってくれたみかん、はい、もうめっちゃ頑張りました。いただきます。はい、今10時32分です。お昼休みが終わりまして、今から A の12ポイントに向かいたいと思ってるんですが、どっちかな、 A の12降りるのかな、うん、じゃあ一回降りてみたいと思います。降りて、はい、こっちから来て名草槍こう登って降りてきて、2分ほどで降りてこれますね。でこれをちょっとだけピストンして、はい、これ取りたい、はい、
選手交代しました。はい、もうすごい雲の巣ですよ。長い季節にもよるんでしょうけど、この山意外とね、汗かくんでね、高度差大きくて、水たっぷりめに持ってくることをお勧めしますね。1リットルでちょっと心もとないです。 1.5 から2おすすめ。名草山、ああ、15、あ、ここだね、 A の15ポイント。駐車場があるはずだと思うな。あ、ここは駐車場なんか。うん、なるほど、なるほど。4台分もな。これ降りていくん。はい、時刻は11時6分です。ここに4台分ほど、4台より飛んでそうやけどね。ここ駐車場らしいです。ここを起点にとって登ることもできるみたいです。 9.9 キロです。ここですね、火災は名草山登山口です。んえ、これまたなんか違う山に来たみたいな。すごい。名草山へ向かってますが、結構厳しい登りです、また。ずっと階段だね。11時15分。ポイント B11。11時15分、距離は 10.2 キロ。ここから10に向けてがきついらしいです。十分きついで、これでも。はい、雨がポツポツ降ってきました。そして上りは半端ないぐらい急です。大統領を彷彿とさせる丸太階段が続いています。はい、ただいま三大急登、これはまさしく日本三大急登です。これはしんどすぎるわ。なんというしんどさ。10番までがしんどい急な登りらしいですけど、10番まだです。10番まだですか。まだです。すごい、うわ、真っ白になってきた。ガスってるね。これガスってなかったらめっちゃ見えたかな。うわ、めっちゃここが倒れないようにしてあるけど、これが絶対まさしく火災はなような気がします。時刻は11時39分、距離は 10.8 キロです。なんで火災はなんか工房大使が傘を置いたかなんか。ああ、先行ってもらった。うん、そうしよう。いいかな。これ飲み切ったらまずいよ、ちょっと置いとこう。それで終わり。そうやね。めっちゃ喉乾いてた。どちらから来られたんですか今日。西宮からです。おー、今日は一人で。一人でちょっと練習兼ねて。分かる。何の練習ですか。足の練習。足腰汚いときに。スタートどこやったんですか今日。スタート、青少年センター。はいはい。そこから槍の方。槍の方の。一緒ですね。一緒ですね。はいはい。じゃあ絶対早いわ。はいね。トレーニングしては結構タフなコースですね。いや、鐘のね、音がすごい。そうそう、鈴の音がね、綺麗な音でね。そうそうそう。ちょっと、羊飼いの羊。プレッシャーになった。いやいやいや、おかげさまでいいペースであるけど、よかったですね。これならどちらに行かれる。名草山行って、もう滝見て降りようと思って。私は薬師行くんですか。ああ、薬師。あの辺ちょっと経由して、はいはい、降りて帰ろうかなと。散々です、ね。大回りってことですよね。そうですね。いや、最初そう思ってたんですけどね、もうここまで来ても夫婦なんで。滝も初めてだ。時刻は11時49分。11キロですね、ジャスト駅から。はい、4時間9分の旅でした。名草山山頂に到着しました。あいにくの真っ白気でありますが、いやー、きつかったです。想像の何倍かきつかったです。じゃあちょっとさっさと記念撮影していくかね。うん。
下にそこ行って向こうを回す。はい、名草の滝に向かっておりますが、下りも結構な急勾配です。暗い、もう飲み切ってやった。ああ。いざとなったら滝の水を飲む。アホか。なんかね、水量が多い時はすごいらしいよ。まあでもなんか岩肌がね、立派やから。へえ、すごい。いや、遠くからね、サラサラサラってね、綺麗な音がしてたのよ。いや、私好きやな、これ。残念ながら滝の水は飲めます、ね。はい、滝の下にやってきました。おぉ、わぁ、ささやかな滝。いやこの一枚岩がすごいわ。おぉ、ちょっと光かかんけど、これは完全に滝ですね。うん、やりました。はい、ここは名草神社鳥居前駐車場です。このもう一個下にあるのが、作門寺三門前駐車場。弁慶のこぎり岩、12時42分駐車場過ぎてからもこういうちょっとした見どころがあるんですけど、何したんですかね、弁慶のこぎりで切ったんですかね。この後まだ滝があんねんで、お楽しみに。妙と滝、ちょっとわかんない、この下にはなっちゃう。今日は全般的にやっぱり水量少なめなんやろな、うん、ちょっとわかんない。もう一個あるね、目だけがあるはずやろ。ちょっとわかりません。安心感、この舗装路。ね、じゃあ水あんで。大丈夫大丈夫、そんなもうちょっと頑張らない。1000円。12時48分、距離は13キロ。作文寺三門。はい。へえ、わあすごいね、創建当時。ニオさんが行ってたのね。うーん、はい、のんびり歩いてます。水切れです。水切れですね。ちょっと今体から汗が出るとやばそうなんでね、のんびり歩いてます。青少年センターまで行ったら自販機があると期待してます。標準で40分ぐらいですかね。はい、小滝林道。うん、ありがとうございました。これが合流ポイントやね。峰の薬師。我々がリタイアしたポイントですね。ここから合流。本当はここに出てこないといけなかったのに。ここですね。これこの D1 ポイントのはずでした。我々はここからこう降りてきたんですけど、うん、本来はこう、うん、もう絶対無理やわ。うん、ここ急な山道って書いてあるから、ここに来るまでもこれガッとかなり急勾配降りてくることになるんちゃうかな。とにかくね、やってやれんことないんかもしれへんけど、それなりのやっぱ飲料水だとか準備、気合いの入れてからじゃないとあんま楽じゃない。残念、水があったらけたのにな。ってことにしとこうか、うん、まあそういう準備も含めて舐めとったっていうことや。はい、駐車場に出てきました。まもなく野外センターです。距離は15キロ、5時間34分の旅でした。駅までまだありますけども、戻ってまいりました。野外活動センターありました、はい、命の水をここで仕入れました。自販機、ビバ自販機です。お手洗いも使えました、うん、はい、ここにこう登山者用駐車場って書いてあるんで、皆さんこの手前の方に止められてるみたいですね。あそこやな、上とかやな。奥のはやっぱり神社に来る人用かな、うんうん、いやここまで来たらあとは駅までポテポテ行きましょうかね。はい、人心地。はい、朝
通ってきたゲートです。5時間ほど前ね、まさかこっちからこう出てくるとは思わなかったな、うんうん、見事な周回コースよね。ここから入っていったんですよ、うん、全然人を恐れません。餌もらい慣れてんのかな、うん、朝向こう側に行ってたのにな、うん、かわいい、かわいい。一部終わってます奥が、柿がすごいよ、柿が、うまい。天気になってきました。なってきたねちょっと不安定な天気やったよね。どれが名草山なんやろな。ねえ、あの奥のやつやな。よう頑張ったな、うん、雪女。あ、雪女ちょっと怖い。はい、ちょっと解説が終わります。14時26分 20.6 キロの旅でした、はい。こちらの薬師の湯さんで福福温泉、はい、日帰り入浴700円を、はい、試してみたいと思います。じゃーん、500円する高級ソフトです。500円ちゃう。1000円ください。